75年に参りましたので、もう40年近く東京に住んでおりますので、東京は第二のふるさと、いや第一のふるさとと言っていいかもしれません。そうすると私は東京を愛してます、好きです。まずそれを皆さんに申し上げて、私のご挨拶を始めたいと思います。私は昨年7月のことですが、作家の沢木久枝さんと2人で話をしまして、集団的自衛権安保法制がどんどんと国会で強行採決されていく様を見ていながら、日本の国民の一人として、そして東京都民として、このままでいいのか、このままお前は黙っていいのかという問いかけを、今回の知事選の時も私は自分の胸に問いかけをしましたが、去年もそういう問いかけをして、このままではダメだろうということで、沢木さん、久枝さんと2人で安倍政治を許さないというトラカードを作りまして、国会内で集会を開きます。これは一切どの政党にもお話をすることなくは、私たちが勝手に勝手連で始めた運動です。これは非常に幸いなことに日本全国に広がりました。そして今でもテレビで見ますと、安倍政治を許さないというあのプラカードですね、あれは俳人俳句の、金子幸太さんという方が、ね、皆さんご存じの金子幸太さんが書でお書きになった安倍政治を許さない極めて達筆な書です。それをみんなが持って日本全国、北海道から沖縄まで、日本いろんなところでそれぞれの思いを込めて掲げていらっしゃる、こういう運動の原点になったのは私、それから沢木久枝さんの私、もう今の日本に対する何とかしなきゃいけないという思いでした。ありがとうございます。ではもうここにいらっしゃる方もおそらく同じ思いを共有していただけるものだと思っています。どうですか、ね、あの安倍政治を許していいですか、許せないですか。僕は戦後70年、私は昭和21年に小学校1年生になりましたから、戦後のいろんな出来事ありました、政治もいろいろ変わりました、その全てを私は記憶しております。戦後に何があったかというのは全部知っている人間からして、安倍政権の成立というのは、そしてやっていることは、戦後最大のこれは大変なこと、つまり最悪のことなんです。戦後最悪の内閣ですよ、安倍内閣というのは、ね、あまりこういうことばかり言うとね、ゴリゴリはね、国政ばかり語って都政のこと言わないじゃないか言うんだけれども、皆さんよく考えてください。東京都は日本の首都です。そして日本の人口の大体1割近くは東京とか、日本全体の人口の1割が日本の東京が占めてる。だから東京から、ね、東京と日本は切り離せないんですよ。だから日本のことは東京のこと、東京のことは日本のことなんですよ。だから日本を語ることは東京を語ることであるし、東京を語ることは日本を語ることであるんです。したがって私はまず今東京を取り囲んでいる日本の現状をしっかりと分析して、このままでいいのかという思いを持って私は都知事選に臨んだ。話が長すぎると言われても時間を見ながらやってる、まあ、そういうね、思いでまず東京に、参議院選でもちょっと参考に捉えましたけど、その流れを少しここで断ち切って、東京は違うぞ、お前のあなたの思い通りになる東京ではないんだよということを皆さんに言ってください。これから参議院、そしてこれから東京都政は様々な問題を抱えてます。もちろん増上さんがね、ああいうめっともないやり方をしました。あれは基本的に私たち、あなた方、皆さんが毎日働いて納めている税金をちゃんと正しく使っているかどうかという、その納税者意識という問題にかかっている。これが松添さんの頭から完全に飛んでた、ね、
自分が使ってファーストクラスに乗ってこうやって乗ってるとき、ね、それからあのスイートルームで寝そべってるときに、それ全部お金は東京都民が本当に汗水垂らして働いて納めた税金から賄われるということがですね、頭から飛んでた。その問題はきちっとしなきゃいけません。だから私はもちろん東京都知事になった場合はですね、その問題きっちりと蹴りをつけます。どこに問題があるか、もう当然まだ十分明らかになってないと思いますね。これは、検証委員会などを作ってですね、きちっと蹴りをつけます。そしてもちろん私の、東京都政も納税者税金をどう正しく使っていくかということをまず第一に皆さんにお約束をして、そういう東京都政をやるということをですね、ここで皆さんにお約束しました。今問題になっているのは、一番、まあ、新聞などのアンケートなんかによりますと、高齢者問題、介護の問題等々がですね、それから医療の問題などが、まあ、第一番に皆さんの心配事、不安なこととして挙げられているんです。これはやっぱり、まず本当に東京都知事がですね、最初にやるべき、最初に考えるべき問題だと思います。このままいくと、東京都は2035年、2045年という、そういう、もうそんなに遠くない、近い将来にですね、大変なことです。大介護時代がやってくると言われています。つまり、介護される人たちがどんどん増えていく。それにもかかわらず、介護をする現役世代がどんどん減っていく。このアンバランスな社会がですね、もう目の前に迫ってきている。これは今のうちに手を打って、若者をもっとどうかしてちゃんと増やすような、子供たちを増やすような、ね、待機場の問題もきちんと解決していかなきゃ。そうしない限りこの第六回の時代は来て、その時になったら慌てても遅いんですよね、皆さんね。そうです。だから今のうちに早く手を打つ。介護施設、それから介護士の給与の格差もきちんと解決する。これは東京都だけではできませんから、もう当然国も巻き込んでやらなきゃいけません。まあそういうこと、それからおそらく2020年にはですね、東京オリンピックがやってまいります。もう嫌おなしやってきますからね。東京オリンピックの水はどうやって迎えますか。このまま今のまま2兆円だとか3兆円だとかね、森さんなんかは言ってますけども、全くなんで根拠2兆円なのか3兆円なのか全くわからない。どんどん金がどこかで膨れ上がってる。これはどこかで歯止めをかけて、ね、国民の税金が使われるわけですから、それが東京都民の税金が使われるわけですから、きちっと情報を公開して、ここにいくら使うんです、このためにいくら使うんです、こういうことを皆さんの前にまず明らかにした上で物事は進めていく。この情報を公開ということを私はしっかりとお願いします。はい、情報公開というのは単にね、情報を公開すればいいって話じゃないんですよ。これは東京都民の皆さんと、その東京都の行政を司る人間とかですね、気を一つにして、心を一つにして、これがこうだよね、これでいいか、これでいいんだよ、というように、心をちゃんと、心の内をちゃんと合わせて、そして仕事をしていくということを意味しているんです。ね、東京都民が知らない間に、どんどんお金が積み重なっていって、とんでもない感じになる。こんなことは、ぜひ、なんとかして避けたいなというのが私の気持ちです。もちろん私はがんサバイバーです。今日は昼のバイキングというフジテレビの番組でですね、小池百合子さんが日本テレビのエブリィというニュースでですね、私のことをおそらく指していると思うんですが、病み上がりの人を連れてきてどうするんだみたいなことを言うから、で私は聞きました。あなた病み上がりの人っていうね、差別的な用語を使って私のことを言ったんですかと聞いた。そしたら、いや、記憶にはありません。ごまかした。嘘でしょ。だって、もうちゃんと、写真に撮られてるんですよ。その録画の様子が。私、それ見たんです。病み上がりの人を連れてどうするんだろう。つまり、これはですね、病み上がりという言葉で、がんサバイバー。ね、おそらく東京都民の中に、がんサバイバーの方がいっぱいいらっしゃる。そして、今、がんと戦っている方もいっぱいいらっしゃる。そして、その、がんになっている人の周りで、いろいろとケアをしていらっしゃる家族の皆さん、
親戚の皆さん、友人の皆さん、知人の皆さん、いっぱいいらっしゃる。一人の眼科に生まれて多くの人がつながってるんです。そういう人たちに対する差別と偏見の言葉ですよ。そういうことを平気に上から目線で差別的に物事を言うような人に東京都政を任せていいんですか。よくないよね。これはもうぜひそういうふうに、まあ、私こそ思いますからって、がんサバイバーとして私はしっかりとがんの検診率もきっちり上げて、早期に治療を務め、がんで亡くなる人の確率をできるだけ下げていきたいというふうに考えています。最後に、やはり東京都は平和と憲法を守る。またお願いします。こういう人でありたいと思います。私はまず最初にやる仕事は、東京から東京を非核宣言都市。残念ながら東京はですね、他の自治体では非核宣言をしていることもありますが、東京は平和都市宣言はしている。しかし非核都市宣言はしてない。したがって私は東京こそ非核都市、核はいらない。核というのは広島長崎の原爆だけじゃありませんよ。福島でも核があったんですよ。福島の核もいらない、つまり原発もいらない。そういう思いを全部含めて非核都市宣言をですね、ぜひ東京都で実現したいと思っています。そしてこれは東京都民、日本国民の全体にもちろんメッセージを伝えるだけではありません。世界中に東京が非核都市宣言をしたということがですね、伝われば、あのオバマさんでさえプラハで核なき世界というのをアピールしただけでノーベル賞もらったじゃないですか。私が非核都市宣言をしたノーベル賞どころか何賞か分かりませんけど、まあ、何とか賞をいただけるかというぐらいの気持ちで、まあ、賞はいりませんけども、そういうつもりで、ぜひ、非核都市宣言をですね、ぜひ実現したいと思います。そして同時に、憲法を守る、この一点でですね、東京都はやっていきたい。最後は、平和、憲法、核兵器、核なき世界、というものを実現する世界をリーダーとしてやっていきたい。いいと思います。こういうふうに私が言っても、やっぱり選挙には、そして東京都を実際に東京都政を実現していくには、皆さんが私の方にちゃんと近づいてこられて声を発して私の耳に届けてもらわなければ私は一人ではできません。皆さんと共に東京都政を取り戻していきましょう。したがって最後に皆さんにお伝えするのは、皆さん一緒に新しい東京を